はい、ではね、本日は中田香菜さん、見ていきます。中田香菜さんはなんかついてなかったみたいな感じの言ってましたけどね。はい、8、8さんもいらっしゃい。はい、じゃあ行きます。はい、とにかくシャーチャードラキューマン、口は経験済み、オーラルセックス、男性とのある、言うてるやん、昔から。俺初めては中学の時に同級生に抜いてもらった。で、そんな話ええんだよ、マジで。じゃあゲイではないですから、俺。で、リアンリアンソー、チュン来て、普通に。早い早い、リアンソー。なんで ?24、誰が教えた変なこと。245の2は3引いてもね、受けはあるけど、じゃ、こんな1打目から切るもんちゃう、こんな。普通に面前も見れるし。9万ドラ。俺個人的には9万切るんですけどね。パーソー球速安全度高すぎて、9万切って守備力高めにしながら、まあタイヤとか見る。まあただまあ、中田さんは9万切ることはないでしょう。中田さんはまあ、パーソー球速切るのかな。そうだね。はい。あれ？え？日頃とかもあるけど、タンヤオ系が一通を見たってこと？てか、なんならこれ9万話しちゃってもいいよな。結局9万があるとね、タンヤオの違反は絶対消えちゃうからね。まあまあ、普通の人はまあ、リャンマン切るだろうけど。まあ、それこそもう、ドラに縛られるのよくないな、ほんとな。一通はきついよな。まあまあ、普通はリャンマンでいいと思うけど。一通って、数ピンから普通に3色もあるし、単品もあるしな。ヒデローさんと配信してほしいね、またね。できたらいいけど、いつか。超速検討、超速でやる。で、これ裏目痛いなぁ。これもドラ縛られてんぞ。リャンマン2件現物、9万全件無筋。まあ、9万切れとは言わんけどさ。まあ、やっぱちょっとね。ドラに縛られる人生。CP 引っ掛けになってるしなぁ。もうリーチいてほしかったな。リーチドラドラ。もしくはメンタンドラ。面前転敗したらもう全部リーチって言っちゃいいんだけどね。もうリードミック系以外はもう全部リーチしてマイナスになることないんだよ。ただ9万切るんか。ドラ切るんか。結局9万です。おお、最強の変化した。はい、メンタンピンドラ1。ハネマン積もっていく。あれ誠さんついてるやん。これもいいね、ヤクヤク。あ、ちょっと、崇拝がダメか。はい、できます。まあ、いいピン切る。おぉ。二層切る。北切る。あ、もう完全にこっちか。まあまあ、いいね。まあ、俺はどうする言われて、やっぱり二枚切れペー切って普通に流しに行きたいけど、三巡目でこの出会い。で、破熱もしてるからね。ただまあ、打点は1000点か2000点になっちゃうからね。もう、高打点だけ見て、本質だけ見て、わかりやすくて、情報は、音どうす。わかりやすくていいかもね。はい、堀さん上がった。上位ドラ4。はい、ペイキル。泣き差し子もあるね。パーピン切る。下切り割り。ごめん、ちょっと見てなかったわ。ローマンツも。一応ここでイーシャン点か。まあ、差し子は不確定なんで、まあ、3ピン切って、とりあえずイーシャン点取っとく。いいね。あとは、テンパしたらリーチするだけの話。もう、泣きの手役とかもないし、差し子がないならね。とは、これはドラ先切んの？
さっきの Q1 のがよっぽどいらんけどね。この酸素はね、酸素数素234か。相図234で完全に使えるけど。じゃあ別に悪いとは言わん、これも。でもこの精神があったらさっきの9万マジでめちゃくちゃ早く切れたけどな。あの9万マジいらねえからな。だから俺はなんつったっけ、あの9層パーソンの時でもう9万でもいいって言ったもんね。それぐらいなんだけど、この酸素、いいよ、別にドラに取る、まあ、でもまあ、ここが両面だったらいいけどな、愚形だからな。まあ普通は9層切ってパンパンいくけど。まあまあまあ、でもドラを切る選択肢があるっていうのはよかったわ。最後の最後までずっとドラ切らないっていうのは本当弱いので。うん。はじりちゃっちゃった。うん。まあ、とりあえず、もういいよ、ベタ折りで。はい。ここやばい。はい、トムさん、はい、試合始まりましたね。はい、25,700点。はい。いきます。まあ、9万来てます。行きましょうね。まあ、25,700、まあ、点数浮いてますからね。ここから頑張ってほしい。うん、はい、パーピン切る。うん、まあ、ああいうことはあるんで、麻雀はね。うん。食っちゃうことあるんで。はい、リアンスを切る。はい、うん、おまけで700点もらってる。まあ3ピン切ってまっすぐでいいかな。まあ嘘でもいいけど、はい、ビーストにお金持って、いや違う、ちょっとね、やっぱもうね、あの明らかすぎるのはちょっとさすがにね。じゃ男子プロだったらブチ切れるけど、伊達さんとか、あ、違う、伊達さんじゃない。菅原さんとか中田香奈さんは、いや、そんなんもあれが、いや、ローピンはねえだろって言ってもさ、ローピン切るなら急走だろとかさ、あるけどさ、でももう、とんでもないのはもう、もう、飛ばす。はい、はい、じゃあまあこれでね。はい、まあこれ、ちゃんと降りていく。いいね。今日時間ないからマジ。怒ってる暇ないから。はい、とにかくペーチャー。はい、いいマンペー来てくる。うん。いや、そいつか。安全度が高いんすよね。まあ、いや、別にそんな悪くはないけど、単位はあるからね。切るかと言われたら、点数へこんでるしね、3着だしね。まあまあ残してもいいかなと思うけどね。まあ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 。うん。まあ一通とかにはまあ基本ならんけどね。まあちょっとまだ、点数へこんでるならパンパンに行きたいかなって感じはしたけど。はい、ただここでいいシャンテン。9ピンか。ウーマンはないか。9ピンか。はい。ここでウーマン。いやなんか、いきなりスリムにするようになったな。なんかちょっと変な風になっちゃったな。急走も別にだから、トイメン神茶にはただの無筋だしな。まあもちろん馬の方が嫌だけど。まあ点数へこんでる。まあピンフのみしかならん。なんか、すごいパンパンに言ってたよな、前回な。そんな方が良かったな。適当な時に適当に、まあ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 、いやでも悪くない悪くない。うん、まあもうこんな魅力ない手だからね。うん。まあ、魅力ないじゃん。そんな悪いわけじゃない。うん。何点パッター。もうリーチしたらもうこんなもん。もう全部リーチリーチも。うん、OK、ナイス。ドラ受けみたいな。はい。1枚。マジか。しんどいというか。いやー、まあまあまあ、今のはまあ、しゃあないけど、まあ、ちょっとマジであの。で、まあ、これももう泣けないか。8700点の、12,000上がったけど8,700点。どういうこと ?37,000、3万点失ったよ、約。3万点失ったの。トンバで3万点失った。展望のヘリやばい。うん。イーソーはまあ、あるか、あるか、あるか、これは。これに関しては。なんかカットされてたね。まだまだ減りそう。リャンペコイシャンテン。二層かスーマン。
まあ、数万が普通か。リーチ初イペイコとかあるしな。数万、うん、数万で3万ドラだけど、まあ、数万切って。はい。うん、OK です。うん、しゃあないな。チートイ。3万1000点失ってる。3枚捨ててもしまった。うん、落ちた。やめて。上がれずか。かわされていく。うん。はい、何入。はい、まあ手配いいけど、やっぱ点数がもう少ない。まあ、ただまだマンツもすればトイメント近くなるから。これはまあ泣きもできないし。うん、チーズを切って。うん、え？いやいや、別に、トンパツとかだったら別にそんな言わんけど。なんかわかんねえな、マジで。いや、だからやっぱ、ドラの扱いがもう慣れてないって感じか。やっぱトンパツの9万とかはもう別に切ってもいいやつは、切らん。で、このパーマンなんて多分切る人おらんからな。M リーガーの100人中100人。チーソーしか切らんなぁ。7700点でな。そういう感じか。7.8M 引き最高なのに。カワムも。まだドラに抱かれたことないんだろうね。A ルールは4枚しかドラないから簡単。はい、じゃあま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 あシンプルにいった。まあこれでもね、積もる位置すれば漫画あるから、上がりに最速で向かう。まあそれにしても点数が少なすぎるな。はい、ローピン切る。パーピンのがいいんだよな。パーピンのがいいぞ、めちゃくちゃ。パーピンとか全員やばいっすな。まあ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 、まあ、あとは一応赤浮きあるから、ね、ウーピンは赤浮きもあるし。で、これはね、まあもちろん6級層のがね、まあ町として、まあ単純な町としては強いけど、やっぱこれもリーズもしたいからね。単純にウーパーピンの方が強いっていう理由で、6ピン切りたいね。はい。じゃあそんな感じでした。リーチ入ったか。もうこんなもん全通でもう。チーマン切る。まあ、そんな悪くはないか。で、まあ、チーマン来て全然したいな。もう、こんなトイメン上がられたらもうラストだしな。自分7700点、トイメンリーチ。ただまあ、これはちょっと周り、まあ、パーマ切っちゃってるけどね、いくらでも回れる連続系だからね。まあ、これでも、そんなに。なんか変なの見てきた。パーマンがあったらなんだ、ここでテンパってんのか、これ。ここでテンパってそうやな、パーマンあったらな。ここでどっちのリーチになってんだろう。想像力に乏しいからわかんないけど。数層現物。あ、数万現物。ここで 8S 切りか。隊長っていうかメガタヒ。ここでベタ折りか。まぁ、あ、ちょっとベタ折り。まぁ、あ、そうやな。まあ、トイメンが両系か具系もわかんないから、ね、かなり押したかったけど、まあ、順目も深いし、ここで降りていくか。はい、じゃあ行きましょう。体調っていうか目が死んでた。ナンバー入ったから、あ、中田さん体調悪そうだった。まあ、さあな、体調悪いのは仕方ない。特に。ホルモンのバランスとかも崩れちゃうかもしれないし、はい。麻雀が怖くなった。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここでまあベタ折り選択する。マーM リーグだからきっと両肩だよ。にっこり。イーソー切りはあり。え、イーソー何も思わなかったけど。見てなかったか俺。ああ、本当だ。これを見てなかったな。イーソーさん、確かに。それいつも言ってるわら。まあ、なんとも言えんすね、これね。無筋のローキン切りはないわ。まあ、そもそもが、
少々の無筋をしていくんだとしたら、もう全治しちゃったらいいやん、になっちゃうってことだよね。なんか、全体として見るとね、この手配でどうしますか言いそうって言っても、なんか、恥じ配だしとかなるけど、なんかそんな感じになりますね。気持ち悪い感じになりますね。はーい。はい。で、まあ、包まれた。まあ、これで終わりか。ドラさん。もう、ちょっと、普通に行く。前の第5のリーチに一発でロピーだ。そうだね、確かにね。それがその通りだ、本当だわ。まあ、あれ飛ばしちゃった曲か。確かに、あそこで一発で、トイメンにローピンぶち込んだ曲、あれは点数浮いてたし、別にベタ売りでもいいとこでぶち込んで、この、もう点数ないから、全図でもいいとこで、まあ、回る。そうですね、確かに逆っすね。もうこんな点数ないから別にどんな牌をしてても、なんとも、ね、攻められんしな、別に。メンタルブレる、はい、よしよしよし。ただまあこれは、ああでまあどうしようもないな。放銃して怖くなった。そうか。放銃するまでは怖くなかったのか、あのローピンは。この地位は無理か。無理か。ウーピンスーピンか。はい、じゃあ次。もうこれダメだな。はい、ちょっともう今日はちょっと2時までしか配信できないんで。ドラギリ。ドラギリか。まぁ、ちょっと点数なさすぎるけど、まぁ、別にドラキランでもいいってなるわな。それは普通に見れば。まぁ、急走はないから、まあパーソーだけ。でも一応パーソーにもある。もうそれパーソー引いたら、まぁ、点数むからな。で、ラストだろう。これも別にただまっすぐ行ったって誰も何も攻めんしな、こんなもん。スーパーソー引いてきた。なんだろうね。とりあえず中田さんに言えるなら、もう点数なくなったら、もう全図でいいよっつって、そんなコンパクトいらないし。で、逆に点数あるときはちゃんとベタ折りしてくださいって。まあ、それは教えてほしいよ、誰かな。あのトップ目からのローピンは本当もったいなかったな。まあ、もちろん、高打点っていうのは結果論だけど。でも、これはなんか単位を寄せてった。はい、いいシャンテン。パーソー引いてきた、ここか。はい、あ、マトンさんいらっしゃい。切っちゃいけない。ちょっとお前ね、初コメの一人がちょっと飛ばしがちになっちゃってるけど。切っていいドラを切らないで、切っちゃいけないドラを切ってる。点数あるときとないときの手組みが全く一緒って印象を受ける。それにプレイをすること。万馬券当たったら全治しちゃう。はい。6000ある。いや。いや、ちょっとまあいっか。これはもう、ちょっと、点数なさすぎて、もう例えば国士狙うとかでも何でもありだからな。ちょっとこれはもう流していこう、もう。さらに、堀さんが。いや、堀さんまたなんか点数あるやんけ。まあ、いつも勝ってんの。堀さんね、うまいのにさらに運もあったら、鬼に金棒やんもん。なんさ、面白かった。まだ何にだよ。ちょっともうこれも、いっちゃいましょうか、もう流して。シーマン？シーマン、シーマン。まあ、一応、ローマン引いたらダイレクトでいい形になるからね。まあ、形だけで見んなら、チーマン切んならリアンマン切りたいってなっちゃうけどね。3万引いても2、3、4、5、5って別に、ね、んって感じだけど。
山北ロマンはダイレクトにめちゃ嬉しいからね。うん、まあ。うん、鬼に金棒、金村に肉棒。うん、うまいこと言う。うん、いいシャンってなった。うん、リーチダブナン、ドラ4。上がらしてあげて。上がらしてあげて。上がらしてあげて。積もって。ダメか。もう堀さん燃えても、ちょっと時間ないから、巻きでお願いします。中田さん、いや、中田さん首はないと思う。中田さんが辞めることがあるとしたら、もう本人が、やっぱもう私 M リーグでやっていく自信ないみたいな、言ったら、まあ、辞めちゃうかもしれないけど、まあそうじゃなきゃ、さすがに辞めさせられるはないよ。中田さんはやっぱ特別だもん。うん、きついな。菅原さんが先だろうな。プロすぎだろくさ。ボコボコ。なんか手順が何だった。ラブ南ドライオン黙りません。羽マンあって。うわあ、はいはい。堀さんそろそろ巻いてください。堀さん、うん、まあちょっと点数ないからな。展望供給マシーン。おはようございます。M からビースト撤退ありえますか。やっと上がれる曲来たな。中田さんは何度も。はい。でこれでまあ P3 と引いた。ためと運営に頭を下げられて渋々で M リーガーになった。ご総で令和は。はい。やっぱ J が先に。はい。チャンボーさん。展望供給マシーン。ルリさんおはようございます。はい。はい、おーっと、親で会心の手が入った。今の言いそうね。言いそう。まあね。ちょっとそのレベルで突っ込むのもなんかもうって感じですよね。細かいとこでね。はい。なんだこれ、酸素？そう、言いそう、言いそう、酸素。うん。え？ちょっとでも。イソ酸素しかないで終わり。ちょっとこれはもう何ラス角でもいいし何でもいいし。チーテン取れた。うん、見てなかった。ランカリアメになった。それ泣くやろ。ただ点数なさすぎてな。うん、まあこれもどうしたらいいかわかんないね。もうね、待ってね。これがなあ、これか。これこれはスルーでいいんじゃない。もうどでかいていくしかないや。この後とかな。あ、違うか。これか。これでいいのか。これは別になんとも思わんな。点数なさすぎてケチとは言わんな。点数なさすぎて。勝又、スーソは袖からいくらでも出るんでね。スチーソ固定ですねって言ったの？言ったってこと？はい。オーラス一本バー。手が悪い。1、2、3、4、5、6。もう、国士でも言っといたらいいんちゃう、もう。さすがに言ってないわわら。国士っていうかもう、超変則って。どうせこれ上がれない、上がんないでしょ。まあ、リーチ何ドライチとかになったら、上がんのか。
はい、終わった。あ、じゃあまあいいか。はい、ちょっとね、こっちしんどくなってきちゃったな。まあ中田さん、まああのローピンだけもう一回見るか。いやー、持たなかったな本当に。まあまずローピン切るなら急走でいいしな。まあ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